モテマジック。日本一のマジシャンはティッシュの消費量も日本一。ポンチです。はい、今日は指輪のマジック解説していきます。指輪のマジックは超ウケるし超かっこいい。お楽しみください。実演で、ちょっと指輪借りていい？あ、これ、あ、素敵な指輪ですね。これ、ちょっとよく見てて、この指輪ね。じゃんじゃん。今、ジャンプしたの分かった？分かんない？ジャンプ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 、ほら、ジャンプしたでしょ。ねえ、この指輪。ジャンプしたでしょ。ねえ、見てて、この指輪。あいっ！また元に戻る。ねえ。あ、どうもありがとうございましたね。あ、こっちね。どうもありがとう。はい、じゃあ解説していきます。指輪のトリックはまあその辺にあるものだし、皆さんがねつけてたりよく見るものなんで、こういうのは非常にウケるトリックになってます。指輪のトリックで有名なマジックを組み合わせてるだけなんだけど、まあ、まず最初これね、指輪が飛び移るってやつ。指をねこう入れ替えてるだけです。中指につけましょう。人差し指とかにつけちゃうとね、わ、消えちゃうみたいになっちゃうからね、間違いないよね。中指につけましょう。中指につけて、こんな人差し指と中指持ってるんだけど、上に上げたら薬指と中指に入れ替える。で、これでジャンプ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 ってやると、まあ、一瞬びっくりする方もいるし、まあバレたらバレたんでね、あ、こうやってだけなんですよみたいな言って終わってもいいでしょう。で、まあ、次のバニッシュの仕方なんだけど、何やってるかっていうと、指輪取ったように見せて、実はねこう指をね入れ替えてるだけなんですよね。後ろからやるとこんな感じ見えるから、取ろったふりして中指に入れ替えて投げると、また指をこう入れ替えてるっていうことなんだけど、こうねこう来て、こうで鏡でなるべくね、どんな角度がぎこちなくないかっていうのを何度か練習してみてください。で、俺360度囲まれてやることが多いから、ね、親指でこう隠してやると、まあ、360度耐えるんじゃないかなと思います。で、最後はフェイクパスですね。フェイクパスは別の動画で解説してんで、そちら参考にしてほしいんですけど、フェイクパスしてありがとうって言いながら、こっちは脱力ね、脱力しながら指にくっつけます。指にまたつける、つけて、あ、ない、あ、こっちこっちってやって、まあ、お返してあげましょう。こんな感じですね。で、工夫してるとこがあります。最初の1段階目でこんな風にやった後に、でバニッシュのとこがね、やっぱバニッシュっていうか指を入れ替えるとこがやっぱ一番難しいんだけど、それにね伏線を付け加えてますね。どういうことかというと、こんな風にして取るときにね、バニッシュする動きと同じように取って見せます。そうすると、この同じ動きでやってるから2回目も取ったように見えやすい。このね、1回目と同じようにお客さんあると思い込みやすい。で、パッとやりましょう。なんで1回目のマジックが終わったら、こう取って、あ、で、見せて、じゃあよく見ててっつって、同じ動きやるとお客様は騙されやすいです。よかったら参考にしてみてください。はい、今日のマジックいかがだったでしょうか。指輪のマジックはモテマジックの定番になってます。まあ、指輪がない場合でもね、学校とかでやる場合は消しゴムの箱、消しゴムの箱みたいなのを、まあ、人差し指につけて指を入れ替えてやると、まあ、いいんではないでしょうか。ぜひこのマジック習得していろんな女をはべらかせてください。ではまた明日お会いしましょう。バイバイ。